先方ピール型い高坂あレシオにはルガールとブランカ。さあ A 対 P 先鋒戦はフィールドの山崎対高坂のレシオにブランカ。ガードが暮らして足払い。ガードして。割れる寸前割って。さあ電気がブロってもきついんです。強電気はブロッキングして動けんても2フレーム後とかに打撃がまた来ちゃうんでブロ打撃で割り込めないんですね。もっとうまくバック小ジャンプで逃げたものの結局食らってしまう。やはりティーグルはブランカをどうさばくかが肝なのか。しかし対するエーグルチームは一番ブランカが多いグルーヴ。さあ電気が速い。さあガークラオッケーのオリコンから勝ったのは高坂。続いて戸張雅人。さあ続いてさあお互いのレアキャラ職人がここでぶつかる。もう摩擦チームを見ると戸張さんがなんか正統派キャラチームみたいに見えてきます。さあ戸張さんがキャラ性能を生かして摩擦撃破できるのか。This battle is about to explode. Fight! 先方ザンギターよりどっちが有利かは分かりません。さあザンギがうまく近づけるか。ブロッキングがあるのでなんか近づけそうな気もします。近づいたら間違いなくザンギよりでしょう。さあ体力差がえぐい。ステップスクリュー。お、発動、怒ったぞ。超アッパーからサイファレンダー。異炎砲脚がまだ死なない。続いて出てくるのは時報の英雄。
さあユンがゲージを貯めながらうまく対応。さあデッドリーが入る。ピヨンテユンタイルが消し飛んだ。あー一瞬にして15秒足らずでユンの体力が消し飛ぶ。さあそして緑同士のイース対キム。当て身を見てから潰す。発動高め打点で誘ってこれはゲージかシュルといくか。ちょっと遅すぎて死んでしまう。さあよく判断した。2発目スカッタのに見て中足パドリー。もうあそこでブローできるのは強い。さあそしてゲージがたまる前にそこも当てれるか。さあロレント側にはタイムオーバーの選択肢もある。おっとガードして。さあキムは崩しが厳しいか。さあ逃げながらガードゲージを回復。体力はおっとキムがリード。おー立ち子パンから豆押しでかなり難しい状況でしたが確定で立ちコパンが難しい上にコパンからのコパンも難目押しも難しいというのをきっちり両方成功させて勝ったのはトバリー。3人目ワイタイダーヨシ。ダーヨシがリーダーです。さあ島毛ハウスではかなり苦渋を飲まされている P グループガイゴとウェイですが、さあ値千金のこの試合でぜひとも雪辱を晴らしてほしい。実際バーサス配信でもこれ倒してるの見たことあるんでわからないでしょう。先方ブランカだ山崎。ピーグルはゲージや A の折り込んだード厳しいのでそれまでに触りたいところ。さあ折り込まったってガードゲージも点滅。さあ下ブロ潰し残りカウント444で先鋒戦を制す。さあ仕返す。山崎は守るのが難しいキャラであるが世界チャンピオン大事だ。おっとここで確定。ちょっと残る上り中段当てる。ちょっと残ってしまうが削り圏内。無理して削ると見てから発動もあるので丁寧に行きたいところですがなんとか体力残した状態で時報のペーカーを引き継ぎ出す。ちなみに体力少ないので
もう飛びが入るとここからでも死ぬんじゃないかぐらい減らされます。さあここで、さあこれは残るかどうか怪しいぞ。死んだ。This is A グルーヴ。さあ大将のサガット登場。さあウェイ視点だとゲージをあまり溜めさせない上で体力も残して殺したい。あっとアパカがなんか失敗したか。おっと反撃しっかりしてる。投げて、上飛んでたら当たるよというジャンプシューパンチ。ぶっぱから空爆。これは完走すれば死ぬでしょう。ダーヨシリーダーが2ポイントゲット。続いて4人目、泉対ガン。さあ泉はエーグル対策何を見せてくれるのか。対するは昨日の前夜祭の覇者ガン。さあ先頭より同キャラ、紫っぽい方が泉、赤色の方がガン。切り返して、さあブロって中央に焼きを2回ブロ、強気に切り返す。間に合わず、さあこれ鬼連がガードしちゃうとピーグルはどうしようもない。おお、その判断はすごい。足払いとかで終わっちゃいそうな場面ですが、生ヤマトメを選択。さあファインプレーで逆転勝ち。バーチカル、さあ大足。さあ水色のブランカが泉。さあオリコンが当てて、しかもこのガードゲージが減ったままで画面端っていうのが地獄。割ってお、よく割れるの判断している。そうですね、多分あれシーグルとかなら割れなかったんですけど、ピーグルはガードゲージが短いので中足ローリングだけで割れてしまうという素晴らしい判断でした。さあっとボタンが話とかではない気がするが、さあスパコンボ発が痛い。さあ昨日の橋相手にスパコンボ発しながらも最近大将どう、大将まで持ち込む。さあマキ頑張ればゲージは溜まりそう。逆にガンガワとしてはスパ
パコン溜まる前にバニコン当てて殺したいところ、一気に殺したいところ。バニコン当てだったら絶対ゲージが溜まっちゃうので、殺せるときまでバニコン使わなさそうな動きをしています。投げて、さあこれはもうバニコン圏内でしょう。あとは出るだけ。泉はブロッキングを駆使してうまく立ち回っていく。さあそしてうまくすかして、さあこれは分からない。さあ体力はガンリードですが、ワンプロスパコンでめちゃめちゃ減るので、ブロー一発バカー、ここで目押しを決めて、そう勝ったのは泉。今の弱々からのスパコンの目押し、スパコン発動した後の目押しが難しいんですが、このプレッシャーの中きっちり決めていく。ここしかないというところで高難易度コンボを決めていく。盛り上がるピーグルチーム。そして大将リーダーの越沢対コーン。さあ優勝候補筆頭 A グルに対し、相性的に厳しいと言われた P グルですが、ここまで2勝2敗。そして残すは大将リーダーの越沢。さあ色が濃い方が越沢 T ブランカー、黄緑のノーマルカラーが候補の A ブランカー。電気当てて、飛ばして投げていく。あと小足を当てて、さあ大将コウがまず先鋒戦の ブランカ同キャラを制する。わあ中場所つないでいる。さあ空爆、さあガードゲージが短いピーグルは厳しいが、おっと壊し反対に行ったか。中足キャノン、続いてデイ君、ジフォンのベガゲージがなくてキャラさんもあるのでやりづらそうですが、うまくタイプ当てる。さあ最後の当て感がすごい。おっと、さあコンボハンターも素晴らしい。あーっとアッパーが失敗か。あーっとちょっと噛み合えなかった。大将ピーキャミー、さああーっと目押しを見せた。さあガードゲージが短いのでガープラ狙いのバーニコ。さあここからでもそこそこ減る。しかしピーキャミー側もゲージが溜まっているので、さあレシオ2の方で減る。さあこれはだいぶ分からなくなってくるぞ。さくらがゲージ溜まる前に気取りのプレッシャーかければ全然分からない。立ち回りはピーキャミ有利と言ってもいいでしょう。しかしさくらのゲージ溜め効率が異常。キャミーはゲージが溜まるのか。さあいい対空、体力ほぼ5分近く。
さあ、ピーグルがこれ勝てば逆転になります。さあ、ここで非常なるオリコン、勝ったのはこう。いや、でもいい勝負でした。